はい。それでは時間となりました。えー、今日、本日はレックの、えー、司法書士の講座、森山先生の V マジック講義についての模擬講義がこれからスタートとなります。えー、YouTube ライブで見られている方もですね、あの、ぜひ最後まで聞いていただきたいと思います。その前にですね、あの、ちょっと V マジック講義、あの、今回新しくなったところが何点かあります。 であの、いろいろちょっとお問い合わせいただいたりして、ちょっとイメージつきづらいのかなと思ったんで、ちょっとそこだけ私の方から簡単に最初説明させていただきます。あのまあ、パンフレットの,あの15ページとかに載ってるんですけども、まあ、YouTube 見,たり見てる方は画面見ていただければ結構です。まず一つの,のところで、えー、こちら、1ユニット1時間の高密,高密度講義なんていう形で記載があるんですけども、 これどういうことかっていうことなんですけど、あの、通学で考えている方は、レックの講座って一コマ3時間あるんですね。3時間あるんですけども、えー、3時間の間に10分休憩を1回挟むような形で、えー、今まで実施していたんですが、今回こちら、1時間ずつで切っていくようなイメージです。1時間。そして5分休憩、1時間5分休憩のイメージです。はい。で、えー、1時間ごとでユニットを区切ることによって、 えっと、ちょっと例で、えー、同じように、あの、ユニットで区切った講座があるんで、ちょっとイメージを映し出します。これ、たまたま横溝先生なんですけど、気にしないでください。こういう、これ、こういうような、右側のここを見てください。ここ。こんなような形で、3つに区切れると思ってください。はい。3つに区切られていって、まあ、例えば、えー、表現の自由が見たいんだっていうと、ここをクリックすると、 表現の自由が始まるというようなイメージで見ていただきたいと思います。これが1時間ずつのユニットで区切られているよということです。で、えっ、ー、と、来校されている方にはこういうような、えー、講義進度表っていうものなんかを今あの、例えばでお配りしました。このような形で、あらかじめどのユニットで何をやるのかというものなんかを一覧にしてお配りしております。えー、なので、どのユニットで何のカテゴリーをやっているのかっていうものも、 あの確認が取れてそこの部分ピンポイントで使えるようになっていると思ってください。でさらに音声ダウンロードここもちょっと使っていただきたいと思っています。音声ダウンロードはこここういう場所にあの現れてるんですけどもユニットごとでダウンロードが可能になっています。なのでここの部分をダウンロードしたいっていうような方なんかはそこだけダウンロードして、まあえー、スマホとかに ダウンロードデータを入れといて、例えば3時間講義聞いてて、2つ目のユニットのあそこのカテゴリーが自分は不得意だとか、そこがちょっとっていうものなんか、ちょっと自分でチェックしておいて、そこだけスマホに入れるようにしといていただいたりとか、そんなような形とかで使っていただきたいと思います。イメージとしてはです。はい。で、あの、今回森山先生がこういうユニット性を採用し、あの、やっていくっていうことなんかも含めてなんですが、あの、まあ、やっぱり、 これから手法書士の,あの勉強を進めるにあたって、講義聞いてる時間以外のところでの,あの学習法とか、不得意なところを繰り返しやっていくとか、そういうようなところに対しどういう形で手助けができるのかっていうものなんかを、あの、かなりあの考えて、で、こういう形をとって、少しでもいいからあそこだけ掘り下げてとか、ここだけ何度も繰り返してとか、そういうような形のツールとしての使い勝手っていうものなんかをかなり気にされて、えー、やっていただきました。なので、 ツールとしてになりますので、さっき言ったユニットの部分について、こういうふうに、そこにリンクした過去問題集も作りました。あの各ユニットで、み見てみ、分かりますこういうような感じです。ユニット2のものだけがこうやってまた集まってるんです。そこでやったような選択肢ばっかりが。で、こういうような形。で、これのサイズも英語サイズになっているので、持ち運びできやすいようなサイズでやらせていただいております。 なので、こういうような問題集を使う、講義聞いた後に、そこだけ聞き取りたい、そこだけダウンロードしたい、あとはそこに関する問題だけを解ききりたいという形で、やっぱりそれでも時間かかってしまったりとか、あのプラスアルファが出てしまったりとか、そういうようなものなんかに備え、えー、復習用の講義なども、復習サポート講義というものも作りました。これは この問題集を使った講義になります。で、この問題集を使って3時間の講義を大体20分ぐらいで聞けるようなものとして使う、使える復習用講義も用意しました。なので民法だけで合計で3時間弱ぐらいで聞けるような形になっていたりします。で、この復習用の講義、復習サポート講義というものは過去問題集の選択肢からさらにプラスアルファまでちょっと触れているような内容になっておりますので、あの、こういうような あの講義聞いただけじゃなくてそこから自分であのプラスアルファやっていく何回も繰り返していくそれを自分のものにしていくっていうもののツールとしての性質なんかを加味して、えー、かなり細かく具体的に、えー、今回考えて、えー、作られた V マジック講義になっております。はい、という形で、えー、聞いた講義講義を聞くだけではなくそこからどうやっていくのかっていうところまで、えー、結構緻密にあの考えて作ってまいりましたので。 もしよろしかったらこういったツールなどを使って自分がどうやっていったらいいのかなとかそういうようなことを考えながら今から始まる模擬講義ぜひとも受けていただきたいと思います。はいそれではお待たせいたしました森山先生の模擬講義スタートでございます。レジュメの方を用意してお待ちください。 はい皆さんこんにちは。歴2講師の森山です、えー。司法書士 V マジック攻略講座の模擬講義、えー、こちらを始めていきたいというふうに思います。で、えー、まあ、お手元にですね V マジックのテキストがある方はこれを見ながら聞いていただければいいかと思いますし、それからですね、えー、レジュメの方とそれから教室の方ではそのテキストの抜粋などもありますから、まあ、こちらをお手元にお出しいただければというふうに思います。で。 ということですね。まあ、YouTube とかで見ている方に関しては、ちょっとテキストがないという方は、画面の方でもどうにか分かるようにお話をしますし、それからまあ雰囲気、これは感じていただければというふうに思います。それでは始めていきましょう。まずはこちらのレジュメの方を使って、この v マジック攻略講座、これがどんな講座なのか、ああいったお話、そちらのところからしていきたいと思います。大丈夫でしょうかね。お手元にレジュメがあると思いますから、それをお出しになっていただければというふうに思います。 まあ皆さんは今年の本試験、まあ、受験なさった方だと思いますが本当にお疲れ様でした。まあ、例年のことではありますがこの法書士の試験というのは非常にこう難しい試験で、ね、皆さんが1年で身につけたことを5時間で出さなければいけないこういう過酷な試験ですね。 ですから、まあ、いつも受験生の方には、まあ、このような試験を受験してえ本当に大変な中頑張っているってことで敬意、まあ、を表しているわけですけれども、まあ、この試験どうやったら太刀打ちできるのかっていうところを考えていくとやっぱりしっかり力をつけていくと同時にその力を当日出し切れるようにしなければいけない。 この2つの面が必要になります特にじゃあ今からリベンジで頑張ろうということになった場合には何が足りなかったのかってことをしっかり検討した上で走り出すということが必要になりますですから知識が足んなければつけていかなければいけないしアウトプットこれが足んなければしっかりアウトプットをしなければいけないよといったところになりますねだからまず私がこの7月の段階でよく皆さんに言うのはまず休みなさいとしっかり休んでから走り出さないともう体が もうあるいは心が疲れておりますから、まあ、私はですね7月いっぱいは休むといいよってお話をしているしあとはですねどうしても走り出すときにきっかけが必要であれば8月の基準点発表これがいいですよねで基準点が発表されましたっていうスイッチが押されたことでじゃあやろうかという気持ちになるかなと思います、まあ、ちょうどその頃開口があるというのも、まあ、私もですねそのあたりがスイッチだろうと思って開口日をその日にしてくださいというふうにしてるんですねあまりこう7月の え中旬から走り出そうっていうのはなかなか無理だし途中でまたいや休んでないのに走り出しちゃったってことで疲れますから、まあ、そんな形でまずはしっかり休むでそうじゃなければ頑張れませんで休むってどういうことですか休むっていうのは勉強しないでいやあの期日がとか考えてたらそれは心が休まりませんですから休むっていうのはリフレッシュすること少し1週間ぐらいあるいは2週間ぐらいもう受験のことは忘れてまあちょっと どっか行くとか、買い物するだとか、ああいうのがいいかなと思いますから、あんまりこの受験のこと、あれは正解だったのかなとか、なんか予備校でもいろいろ期日問題がああだこうだいうふうに話があると思いますが、そういうのはあんまり考えすぎても、やっぱり休めませんから、まずはしっかり休んで、で、休んだ分、走り出すことです。で、休んだ。 でそのまま休みっぱなしではダメですから、この休んでいいよっていうのは、もう8月中旬ぐらいまで限定のお話ですから、まあ、そこから休んだ分しっかり走り出すんだ。で、あまり走り出すのが遅いと、今度は間に合わなくなっちゃいますから、1ヶ月休んで走り出すっていうペースがちょうどいいかなというふうに思います。まあ、そういうふうな形で走り出すときに、今言ったように、しっかり休んだ上で走り出す。で、走り出すときには自分に足りなかったことを埋めていくということが必要になっていきます。 でそのときに、まあ、この講座をぜひ利用できる方は利用してください。でこの講座なんですがどういうコンセプトかっていうのは1ページ目に書いてありますが数字の 1V マジック攻略講座についてというふうに書いてありますね。でまずその下のところを見てもらうと丁寧なインプットというふうに書いてあります。 このの講講座座はインプットの講座ですね。もちろんその後、と、倒だとかあるいは期日の演習などもセットになっておりますからアウトプットというものも当然セットになりますがまずは入り口のコンセプトがインプットで。丁寧にインプットをしていくというのはどういうことかというとこの時期にもう受講相談たくさんやっています。 もう今年は130枠ですかね、もうそれも全部皆さんに申し込んでもらって、えー、まだ半分ぐらいの方とお話をした感じではありますが、もうたくさんの方とお話をしてるんです。で、その時にどうしても、やっぱり何年か勉強してるんですが、頭打ちになっちゃいますって方が結構いらっしゃいます。 26問とか27問ぐらいまでは、まあ、どうにか順調に来たんですが、まあ、その上に行きませんとでどういうことをやってますかって言ったらいや毎年、当連を取ってそれを一生懸命やってるんですっていう方が結構いらっしゃるんですねでそうするとどういうことかというとアウトプットだけやってもやっぱり頭打ちになっちゃうということだからしっかり年内にインプットしていくこれが重要になります。 でインプットの土台を作った上でアウトプットをしていけばそのアウトプットに土台がありますから一つ一つが有機的に身についていくわけですよ。でも丁寧にインプットをしないでとりあえずアウトプットすればいいでしょっていうと身につけた知識がなんだか全部チューブラリな状態土台がない中に何か知識だけがバラバラに入ってきたぞそれをどうにも処理できないぞっていうことでもう処理できないでまた同じようなことになってしまうということの繰り返しなんですね。 だから、アウトプットすれば何か身につくよということではなくこの試験暗記量多いです。で暗記量が多いということは闇雲に暗記しし、してても覚えらられなないい全部が散らかってしまうということとこんですね。だからその多い知識を身につけるためにはしっかりまずは整理をして知識が身につくような土台を作っていく必要があるんだ。 まあこれが年内にに行うべき丁寧ななインプットって形になりますでこれはもう頭打ちの方だけでなく、えーまあ、1年目が終わって、まあ、これから2年目ですで1年目があっという間に終わったので2年目はどういうことをすればいいですかっていうレベルの方もそうですだからレックでは、まあ、私だけでなくどの講師もまずはインプット講義からやってるんですがここでしっかりインプットをしてからアウトプットに行かないとやっぱりそういうことになってしまうってことになりますね。 ででよろしいでしいょうかで丁寧なインプットってどういうことかというと例えば一例なんですが1ページ目のところにこ今年の問題が載っておりますが令和5年の第5問午後の部ですが支払い督促の申し立てが管轄権を有しない簡易裁判所の裁判所機関に対してされた場合にはその裁判所,所機官は管轄違いを理由に移送することができる。あ民訴っっていうのは管轄が違ったら移送するよ、ね あじゃあ移送してくれるんじゃないかと思いきや罰だこういう選択肢なんですねでこれはどうしてかというと支払いいいは移送してくれなななととうことになります簡単な暗記知識ですよねですからこれは例えば私の書いたまとめ集整理集の携帯司法書士なんかでは、えー、支払い督促の申し立ては請求の格に関係なく債務者の普通裁判席所在地の簡易裁判所の職期官に対して行う。 矢印のところに間価違いの場合は移相はされず却下されると書いてありますからもうこれを携帯消臭を20回30回やってればあこれ却下だね移相じゃないねっていうことはわかるわけですね。でもこれは暗記ででああって丁寧なインプットではありませんで。今回この模擬講義で使う v マジックってテキストにはどう書いてあるかっていうとその下のところです。 まず、1ページ目の下のところは、まあ、支払い督促の申し立てがどうのこうのって書いてあって、まあ、このあたりはまだいいですが、まあ、裁判所書記官が、えー、まあ管轄違いなんかの場合には却下しますよって書いてあります。で、次のページいってください。えー、次のページ、こっちですね。で、次のページに行くと、でこちら、えー、管轄違いの申し立てがなされた場合には、 移送されるのではなく却下となる点に注意すること移送は決定の形式で行うが裁判所書記官は決定を出すことができないからだ裁判所書関による却下の処分は相当と認める方法で告知することによりその効力を生ずると書いてありますなるほど 裁判所書機関は移送の決定ができないって書いてありますね。で、どうしてかというと、まあ、上から二行目、二ページ目の上から二行目に書いてありますが、移送は決定で行います。で、これは移送の時に勉強しますよね。移送は決定の形式で行うよ。で、次に民事訴訟の裁判のところでは、判決決定命令というのが裁判所の下す判断、つまり裁判で、で、それは裁判所や裁判官が行うんだ。 判決や決定は裁判所が行うんだよ。で今回のえこちらのですね、えー、支払い督促というのは初期官の処分なんですよ。そうすると初期官というのは裁判所ではありませんから裁判官ではありませんから判決とか決定とか出せないわけですね。そうすると初期官だから決定は出せないよね。だから移送はできないよねというのがま丁寧なインプットなんです。 で年なんで年内にこれをやってほしいかっていうとやっぱりそういう土台があることによって次にこの問題を解いたきにあそうだよねってちゃんと趣旨ごと理解できるので覚えやすいっていうのとあとは当日度忘れしたとしても思い出せるんですよ。思い出すフックこれが入るんですね。ここういういいととをししてておかないと闇雲に演習して 例えばさっきの携帯使用書士の暗記だけに携帯使用書士の暗記は直前期とか本当に有効ですよでもそればっかりに周知してしまうとあこれは、えー、移送してくれない移送してくれないっていうふうに回る暗記してしまうと当日どっちだっけってなった時に思い出すよすががないんですよねだからしっかりインプットを丁寧につまり理由ごと趣旨ごとあるいはしっかり整理をしてやることによってその後の インプットが身につきやすくなるしアウトプットが有機的に機能するって形になりますこれがこの講座で目指す丁寧なインプットと呼ばれることになりますで、V マジックのテキストにもこういうふうに丁寧に書いてあるし講義でもお話をしていきますだからそこをしっかり整理した上であの入れ物を作った上でインプットや暗記の作業やアウトプットをしっかりやってほしいというふうに思っているわけです で、それから V マジックの特徴として、2ページ目の丸2番、幅広い出題に対応。幅広い出題に対応と書いてあります。で、この V マジックのテキストは、いわゆる絞り込んだ教材ではありません。で、例えば今年の問題で出た、刑法の場所的適用範囲なんかもしっかり説明されています。で、刑法確論の細かな犯罪なんかも載っております。で、そういうところについてもしっかりやってほしい。だってほら、本試験ってもう0.5点を争う勝負だし、期日で、 もう基準点いくかどうかっていう答案書いたときに卓越でしっかり点数が取れてるってことが重要ですよねだから卓越でぶっちぎるためにはもうそこはやってませんでしたっていうことがないようにしなければいけないだからこの講座で使うテキストはもうそういうところまでしっかりやってもうしっかり点数取ってほしいということになっているわけです幅広く勉強することができるしあるいは試験に出るえ先例や判例や知識についてはほとんどが載っている でどれぐらい載ってるかっていうとこのレジュメの後ろの方9ページ以降に私が V マジックのテキストとそれから今年の本試験を照らし合わせてどの選択肢は載っていたかどの選択肢は載っていなかったかっていうのを調べましたで9ページ以降を見ていただければいいんですが午前の部が33問は取れたよで午後の部が32問は取れたよって形になっています本当はもう少し取れると思いますでも まあ午後の部に関してはあこれはドンピシャで乗ってないっていものは三角にしましたで三角は私の主観では取れるんですが、まあ、それを数えちゃうと、うん、まあちょっとずるいので一応罰扱いにして32、まあ、本当は33か34ぐらい取れそうなんですねこれこれ乗ってるんだから分かるでしょっていうふうに考えればでもそういう主観は含んでしまうとこれは客観的なデータになりませんからもうそういうものを考えるとこれぐらいの点数になるよっていった形になりますで まあ、満点は取れません。例えば、午前の部の限定承認は第22問ですが、全部ツがついてます。当然、これは載ってないですね。ですから、取れません。ということで、満点は取れないです。ただ、逆に言うと、満点取ろうと思ったら、この2倍以上の厚さのテキストが必要になります。例えば、限定承認も、もう念のため、全部条文載せときゃいいんですよ。で、そういうレベルのことも載せときゃいいんですよ。でも、そしたら、テキストが分厚くなります。で、分厚くなったらどうなるか。全部覚えることができない。だから、 で、この図表を皆さんに提示して、今年も満点が取れましたって言うためには、この倍の厚さのテキストが必要です。で、それは誰も幸せになれないですよね。で、皆さんだって全部覚えられないし、1年で回せません。だから予備校が、いや、このテキストだけやれば大丈夫ですよって言った時に、いや、そんなのできないでしょっていうのは反則ですよ、これは。 だから皆さんがちゃんと1年でできる分量で,でしかも合格点がお釣りくるほど取れますっていう必要十分条件を、まあ、提示しているというふうに言えるかなというふうに思います。まあ、ですから、まあ、あのこのですね32問というのもいや32問しか取れないのかっていうふうに、まあ、思うかもしれませんが、まあ、32問取れれば十分だし本当はもう少し取れると思ってるしでそれから、まあ、これ以上取ろうと思ったら本当にその倍の にになななっっちゃって、誰も幸せせれまんんよとというところなんですね。ではちょっと2ページのところに戻っていただければと思いますがえ番、読学力の養成といいう,うに書かれていますで。予備校の講座で「独学」っていうのは、まあ、おはっとだと思いますが私はこの講座では独学力っていうのを皆さんに持ってほしいというかそれを要請したいというふうに考えてるんですね。でそれはどういうことかっていうと矢印のところ講義を聞いてるだけでは合格できない。 講義を聞いてるだけで受かるってことは絶対ありません。だってこの試験に必要なのは皆さんが頭の中に入れて出すことですから次のや印で独学の時間暗記や演習をいかにとるか。暗記・演習ってどう予備校が進化しても自分でやらなきゃいけません。テキストに書いてあることを覚える時間を取んなければいけない。演習しなければいけない。だから 講義を聞いてるだけで受かるものではありませんだから皆さんにはしっかり講義以外の時間これをしっかり勉強してほしいと思っていますで講義以外の時間を皆さんにしっかりやってほしいって言ったら、まあ、それは、まあ、言ってみれば予備校の仕事を放棄してるのではないかってことになりますので、まあ、講義を使って独学の部分もしっかりやってほしい、えー、講義とその独学の部分をいかにハイブリッドするかっていうことを考えてみましたでそうするとですね まず講義の時間ばかりじゃダメだっていうふうに私は考えます。で、これはえ今年のですね、向けの V マジック講座でもそれは行って、で、えー、まあ、たくさんの方がですね、報告をしてくれましたが、あもちろん、 えちょっとうまくできませんでしたっていう方も正直いらっしゃって申し訳ない気持ちになるんですが、まあ、今年の講義を受けて本当に午前と午後30数問ずつ取れましたみたいな報告もたくさん聞いておりますで期日も見てあこれはもう合格間違いないね、えー、夏は商業時ハンドブックとか見ながらゆっくり過ごしてくださいっ言った話もしてる方も本当に何人もいますですから えとそうそう独学力っていうものをしっかり取って講座のところでいかにやっていくかっていうことが、まあ、今年もうまくいきましただけれども、まあ、どういうことかっていうとまず講義ばかりじゃダメってことで皆さんもこれ中上級講座でよくあることなんですが仕事しながら育児をしながら、まあ、介護をしながら忙しい方がもうなんか大型の講座を取ったら、まあ、講座聞くだけで精一杯でした。 1>, で1年目より講座の回数が、まあ、講座のですね聞く頻度が多いじゃないかっていうことになって先生これもう聞くだけで終わっちゃいましたって相談も結構あるわけですだからもちろん時間がたっぷりあってもう講義をたっぷり聞きたいって方はそういう講座でもいいと思いますが時間がない中でいかに自分の時間を取るかって言ったら講義は多くちゃダメなんですねで特にこの2年目以降再受講するって方はもう一度1年目と同じ説明を聞いても それ知ってるよってことが多いと思いますそれ時間の無駄ですだから講義はこれ難しいところとかもう絶対説明したいところとかあ皆さんが理解しにくいところとかそういうところを中心にお話をしていきますで、知ってることを聞くっていうのは皆さん楽だと思いますでも楽して受からないだったら意味がないですよねですから講義ではそういう論点に絞って講義を圧縮する つまり誰もが知ってる部分っていうのは、まあ、講義でお話をしないことによってもう講義の時間を圧縮してここは絶対聞いてほしいここは絶対しゃべりたいこれって誤解しやすいでしょってところを中心に講義をしていきます難しいところとかで今回は組織再編をネタに講義をしていきますがそういうところをしっかりお話をしたいっていうところなんですね難しいですからで じゃあ簡単なところも自分は理解できないんですけど、本試験そんなにいい点数じゃなかったので、そういうところはどうしてくれるんですかだから V マジックです。V マジックは予備校の一般的なテキストと違って、ちゃんと文章で書いてあります。だから、読めばいいんですよ。で、読めば講義帳に書いてあります。もう言ってみれば、もう読むだけで講義聞いてるのと同じように書いてあるわけですよね。 だからえ、講義で触れなかった部分、あそれは基礎だから読んどいてくださいって部分は、本当に読めば分かります。読めば分かるようにできてます。で、読んどいてくださいっつって、なんか、読んでも分かんない、なんか図表しかないんですけどって言ったら、読めないじゃないですか。で、復習してくださいって部分が読めるようにできているので、だから講義を短くできるんですよ。全部に触れなくていいんです。だから、しっかり読む。で、基礎的な部分っていうのは、分かってる方は飛ばせばいいし、分かってない方は読めばいいので、これも、 うんまあ、言ってみればですねもう自分でフレキシブルに講座を使い倒すことができるんですよあ自分はそこ分かってるからじゃあ読み飛ばそうっていけるしあ自分はちょっとそこ弱いからしっかりやろうかなっていうふうにその分ですねそのように講義を圧縮して行うから講義が密度が高くなるしえ皆さんがちゃんと暗記の時間が取れるんです。 どんな講座を聞いても暗記を自分でやんないと受かりませんからねなんか思考力とかリーガルマインドとかで受かるものではありませんなんかリーガルマインドつければ当日全部が勘で受かるんじゃないかなんてわけないですよ甘い試験じゃないんですから覚えなきゃ解けない覚えなきゃ解けないということですだからここは大変だけれども逃げちゃいけないもうこの試験っていうのは逃げちゃいけないんですいやなんでそんな演習ばっかりやってるんですか いや暗記から逃げてるでしょって話なんですよ。だからしっかりやるべきことをやるということが重要かなというふうに思っております。で、えっ、ー、と丸三番のところです。ただ暗記演習を自分でやるということになると、もうやはりそれは厳しい。予備校の意義っていうのはどういうことなんだというと、だから復習をしやすくしてる。で、一つは。 まあとでまたお話をしますがユニット制にして毎回毎回の講義をどこやるか明確にしてます。まあ、例えばですね、えー、とこういう、まあ、お配りする問題集があるんですがこの頭のところでもう全部ですねどのユニットで何をやるかもう全部決めておりますしそれを初めにお配りしてます。まあ、こんな感じですね12回のユニット1は相続分ですよとか、まあ、こんな形で復習をしやすくしてる。 でさらにあこれそうそう、この問題集え、これを配ることによってえ、これを解けばいいんだっていう形で、演習もしやすくしてる。で今回はあ、この講義を聞いて相続部にやったから、その部分問題がこれに載ってるなって形で、えこのです、ね、講義に準拠した問題集え、これを復習としてやってもらう。何をやるかが不明確だから迷っちゃうんですよ。明確にすることによって、それをやってもらえばいいんだっていうことで、迷いなく勉強することができるようになっています。ちょうどこの VMAGIC の攻略講座の問題集ですが一問一答でもう必要十分な過去問が載っておりますから年内は丁寧なインプットが必要だと言いましたからそのインプットはしっかりやった上でこの問題集のところを使ってしっかり過去問解いてで講義の方にフィードバックしてもらうという形になります。 でまあ、あんまり過去問っていうのも解きすぎてしまうとインプットの時間なくなってしまうしあんまり解かないのも不安ですからこれだけやればいいよっていうちょうど大きさも V マジックとこうわざと合わせたので運びやすいじゃないですか。 なんか大きさが違ったら持ってくるの嫌だと思いますが、V マジックと同じ大きさの過去問集にしておりますので、ぜひこれを利用して復習をしてください。ということで矢印、やるべきことの明確化、復習しやすい教材といった形で、もうテキストは読みやすくしてるし、それから問題も今回の範囲はこれだって明確にわかるし、逸脱問題は省いている。やるべき問題は必ず入れてるといった形になっています。で、 復習をするときのもう一つの矢印、復習サポート講義といった形で、復習も一人でやらなくていいんですよ。その復習をサポートする講義がついておりますから、そのアウトプットをやるときに難しい問題だとか、説明したい問題だとか、これ講義でやったでしょって形で説明を繰り返していきます。だから復習するときも、ちょっと家庭教師のように、囁ささく感じですよ。その問題難しいやろうって。 ですからそんな感じで一緒に過去問を解いていくもちろんこれは時間の制約がありますからすべての問題は一緒に解けるわけではありませんが、まあ、難しい問題などはもうサポートしながら一緒に解いていくでもちろん最後は一人で解けなければいけませんので講義なしで自分でしっかり解けるようにしていくということがそれからマリオンバのところでペースメーカーとしての役割で 予備校の講義の役割はやっぱりペースメーカーだというふうに2年目以降の講座ではなります。でなぜかというとやっぱり独学でしっかり自分で本読んでそれから学問やってとっていうことでもいいんですけどそうするとで私もですねあんまり、まあ、講師の中でも独学を言ってしまう講師なので相談来た方に結構あ,あなた独学でいけるんじゃないですかっていうふうなアドバイスをすることも結構あるんですよ。でも 結構後悔することがあって申し訳なかったなっていつも落ち込んじゃうんですがそれはどういうことかっていうとまた12月とか1月ぐらいにやってきて「先生独学でやってみたんですけどまだ不動産登記の途中なんです」とか言ってくる方が多いんですよ。で私もですねまあそういう独学でやるよって方に一番言ってるのが「ちゃんとペース気をつけてね」と。で予備校の講座のパンフレット必ず貼り付けてスケジュール貼り付けてそのスケジュール守ってやるんだよと。 例えば V マジックの講座を申し込まなくてもその V マジックの講座のカニキュラムを見てそのカニキュラム通りにちゃんと進めるんだよっていうのは必ずアドバイスするんですねでもやっぱりどうしても自分で好き勝手やってしまうとペースが終わらないでペースが終わらないしでそうやってちゃんとペース守れる方もまあ23割はいますで、 やっぱり独学でできたでしょうなんて言うんですがただやっぱり多くの方は独学で失敗してしまうって方を多く見ているのでこの講座ではそうならないようにちゃんとこの予備校の講座がペースになるように適切なカリキュラムえつまりちゃんと1月ぐらいまでにインプットを一通り終わらせて力をつけましょうでこの中上級者が合格するためには1月ぐらいまでに丁寧にインプットやってでそれから 1>, 1月から3月のところでは実闘練受けて科目別登練を受けて実力アップしてで直前期にこう得点をどんどん伸ばしていくと詰め込むとこの3段階でいく必要がありますだからそれを守るためにはインプット意外と早く進めなければいけないしっかり講義についてきてインプットしてほしいということになりますでこの講義なんですが、まあ、生講義の方はしっかり生に来てもらうことによってペースを保てると思いますし通信で受けようって方は これユニット制になっていますつまり3時間の講義を3時間で聞いてもらうとインプあの通信の方結構厳しいんですね。いすいませんあの。なかなかですね仕事忙しい中で講義をいつも1時間半聞いて、えー、翌日に後半になっちゃうんですよみたいな方が結構多いので,でレックの方とも話し合ってどうすれば通信の方 もう全国に、まあ、通信の方たくさんいますから、まあ、通信の方が受講しやすいかっていうふうに考えた結果ユニット制1コマ1時間1コマ1時間だから使い方とすれば、まあ、通学生の方は3時間受けてもらいますで1コマ1ユニット1時間なんですがそれを火曜日と金曜日に3時間ずつこの渋谷のこの教室で受けてもらうことになりますのでそれをしっかり来てもらう必要がありますが通信の方は その1時間っていうのを例えば週6個朝1時間ずつ聞けばいいんですよでその日にやったことを復習していくで復習することも講義を聞いてで講義のテキスト V マジックを読んで,で復習問題集やって記憶をするっていうことが明確ですよねそれを週6日やればいいんですで日曜日にやり損なかったことをやったり買い物に行ったりすればいいわけですよまあそんな形で 復習しやすい。まあ通信の方でもペースメーカーにしやすいってことを考えた結果、ユニット制週6コマ。例えば2時間かける3でもいいし、1時間かける6でもいいし、通学生と同じように3時間を2日で聞いてもいいです。 で通学生の方はもう3時間来てもらうことによってペースになるし来てもらうことによってもうあ火曜日と金曜日はレック行くんだなってことでペースメーカーになりますよねだから通学の方も通信の方も、まあ、うまくペースメーカーとして利用することができるかなというふうに思いますで、丸五番さあここまで択一の話を中心に進めてきましたけど期日式これが不安だって声も多いですえ特に今年はまあ変な期日式問題が出たので本当に不安の声が多いです。 ただ相談してみるといやそれ大丈夫ですよっていう答案も結構多いですねだからちゃんと皆さんはあの、まあ、相談に来てもらう方は本当にまあちゃんと見せてほしいんですよね意外と大丈夫だったりするのが今年の答案ですから、今年の問題ですから、まあ、そんな形で、まあ、不安だって声は非常に多いです、まあ、それでもあそれ大丈夫だよって方もい,いらっしゃいますがやっぱり不安ですよねでそういう問題にどう対応するかってことなんですが期日が苦手な方 いくつか原因がありますからその原因をしっかり埋めていかなければいけないその下見てください知識ひな形解法演習と書いてありますまず知識がなければ解けませんあその投機の前提に名変いるんですかとかあそれって元本確定投機不明確だから元本確定投機いるんですかとかこういうのはもう知識の部類ですよね だから、択一とも共通するような知識がなければ、当然、記述問題も解けませんから、まずは知識をインプットしなければいけない。で、これは、択一の点数が低い方は、もう記述だけではなく、択一の点数が低いってことは知識がないわけですから、知識をしっかり入れていって、記述対策もしなければいけない。ですから、この講座では、もうそのインプットの講座のところで一緒に記述の知識も入れていきましょう。特にこの V マジックは、不動産投機や商業投機。こちらは、もうひな形だとか、 期日のアドバイスなんかもテキストに載っておりますからそういう部分も一緒にインプットしていきますでその後はひな形ですでひな形も早期のうちにどんどん練習してくださいでもちろん V マジックも載ってますし練習したい方は携帯使用書士の5巻とか6巻がひな形種になっておりますからそういうのを持ち歩いて練習してもいいですがとにかくひな形は直前期になる前にしっかり書けるようにしておかなければいけない で、でなんで直前期までにって言ったかっていうと直前期は開放の練習がしたいからですよ。もうひな型レベルでつ,めつまずいていたら開放の練習できないですよね。だからしっかりひな型はやっていかなければいけない。でうちの息子があの「マリオメーカー」っていうなんかスーパーマリオのコースを作るゲームをしてすっごい難しいコースを作ってあのなんかすごい YouTube とかで技を こう仕入れていろんなトリックを作るんですけど私いつも一番最初の穴で落ちて全然息子が不満そうなんですねもっと後ろを楽しんでほしいそんな感じになっちゃいますですからあのしっかり年内にひな型を身につけてその後ろのトリックを楽しめるようなところまで行ってほしいんですよあ引っかかっちゃったみたいなだからしっかりそういう枠ずれとかの訓練のためにもひな型はしっかりやっていかなければいけないで本当にこのひな型をうるにしちゃいけませんよ なぜかというと本番で記述の点数が低いのが雛形のケースも非常に多いからです。例えばすべて枠埋めたんですけどどうしても点数が取れませんって相談って結構多いんですね。でそういう方よ先生これ答案採点ミスなんじゃないですかね。もう全部埋めたんですけどね見してごらんというと雛形ミスでここも違うここも違うここも違うマイナス5点されてるからこれ0点でしょうみたいなこういうことになりかねないんですよ。 だからせっかく知識があって解放できてかけたとしてもひな型のミスで結構マイナスされるケースは見受けられますしっかりひな型はマスターしましょうでここまでできたら次は解放ですでこの解放の部分っていうのはこの V マジックの講義でもやりますでこれもスタッフの方に聞いたらこの V マジックの質問で「キーツはどういうことをやるんですか?」っていう質問が非常に多いっていうお話を聞きましたがまあ こちらもちゃんと説明しなきゃいけなかったんですけどこの記述に関しては実際の問題解きながら1問90分かけて実況中継的に説明をします。でもちろんですねこのインプットのところでしっかりテクニックや解放なんかもまた教えたりしますがプラス記述特有の解放がありますから問題を解いてそれを90分かけて完全解説をしていくといった形で解放します。 で問題を解きながらだとアラが出てくるんじゃないかってことになりますがもう各科目6問もういろんなパターンの問題をセレクトしてでしかもその問題の解法だけでなくもしここがこうだったらここ先読んでねとかここがこうだったらここに気をつけてねみたいな話をしていきますからもういろんなパターンに網羅できるように解法というものをお話をしていきます。でこれ最後に演習ですね。 だからこのレックの講座ではインプットだけでなく当連なんかも一緒にセットになっているのはちゃんとこのフォームを身につけてきちんと場数を踏まなければいけないから、まあ、当連なんかがセットになっているんですよこういう形になっていますではえこれが記述ですねあただ記述が苦手だって方が、まあ、知識ひな型演習解えこの部分のどっかに問題があるんですがもう一つ問題があるケースがあって択一先生 期日がいつも点数低いんですけどいや確かに択一は取れてるけど期日が低いねいろいろ話をしてみると卓越を90分かけててやっているでこれは期日で点数取れませんだから期日が苦手っていうよりは期日2時間できたらできるって方はいやそれは期日をやる前択一 けなきゃダメでしょ、択一の時間縮める練習しなきゃだめでしょって方も結構いますからもうその辺りはちゃんと分析をして本当に自分が記述が苦手なのかってところまで考えていかなければいけないよといった形になりますでは、えー、こんな形でこの講座では記述もしっかり抜かりなくお話をしていきますで3ページのところはこれ軽くいきますが実際に受講する方がどうやって受講してほしいですかっていうお話ですからこれはまた実際の受講した時に1回目のところでお話をしていきますが予習型復習型って書いてありますが まあこの講座はですねもう全レベル対応です。ですから、ちょっと自分は苦手だって方はしっかり予習して臨むことによって講義をちゃんと利用できます。で予習できるようなテキストですから読めばいいので。でそれからまあ自分は実力十分ですって方は講義でポイントを聞いて復習中心にやると。 言った形でどのレベルの方でも対応できるかなというふうに思います。まあどのレベルの方でもちゃんとインプットしなければいけないのは事実ですから、もうそれをごまかすことなくこの講座でやっていただければいいかなというふうに思います。では、えー、この辺にしておいて実際の講義の方に進めていきたいと思います。で、えっ、ー、とテキストの方ですね。V マジックの会社法商法というテキストを使っていきます。 で抜粋をお持ちの方は四百九十二ページと書いてあるところを見ていただければと思います。で、ちょっとテキストのまあ権利の関係もありますから、まあこの、えー、部分については以前もお話をした部分になりますが、ちょっと同じ部分ですがここでお話をさせていただければというふうに思います。 でテキストをお持ちの方はそこを開いていただいて、抜粋を、まあ、レックに来ている方はあると思いますから、それを開いていただいて、まあ、YouTube なんかでご覧の方はお手元にテキストがあれば見ていただければいいし、ちょっとです、ね、お手元にないという方はちょっと画面の方というところで見ていただくといった形になると思いますが、ご了承いただければというふうふに思います。では、行きましょうか。492ページのところから、債権者保護手続きと書いてあって、ちょっと今回いきなり抜粋ですから、何の債権者保護手続きやってなりますが、 組織再編です。組織再編。ですから、組織再編の債権者保護手続き、第6章って書いてありますが、まあ、これが第4編、組織再編っていう編の中の第6章ですね。だからちょっと途中からではありますが、ここお話をさせてください。ですから、途中ですから分かりにくいところもあると思いますが、実際の講義では前から順番にやっていきますから、まあ、そこはご安心をいただければと思いますが、さあ、えこの組織再編における債権者保護手続き、苦手な方も多いと思いますが、 ただ、考え方をしっかり理解すれば、そんなに難しいことではありません。だから先ほど書かれている通り、年内にしっかり理解してほしい。そうすると、記憶がそこに枝葉のようにつけていけばいいだけだから。これを、この場合には債権者ご手続きがいる。この場合にはいらない。この時にはこういうやり方だ。やみ込みに暗記していれば何も覚えられない。だからしっかりまずは、システムを理解する。理屈を理解する。さあ、この債権者ご手続きなんですが、まずは四角の1。 基本的な発想法と書いてあって、ここでは本質的な論理ですね、どういう場合に債権者保護手続きが必要なのか、ああいうことを理解をしてもらいたいというふうに思いますが、えー、四角の1、二段落目、四角の1、二段落目、あ、三段落目ですね、債権者保護手続きは文字通り債権者を保護する手続きなのだが、そもそもどのような場合に債権者の保護が必要なのか考えてほしいと、もちろん債権者が損害を受ける可能性がある場合です。 これがもともとの根っこですよ。損害を受ける可能性があるから、意義述べる機会を与えて保護しなきゃいけないんです。じゃあ、どういう場合に損害を受ける可能性があるのかということですね。そうそう、債権者っていうのは債権を回収したいわけだから、弁済を受けられなくなる可能性がある。弁済がしにくい可能性がある場合に保護が必要なんです。ということで、次、太字で書いてあります。ちょっと抜粋の方は あの色、カラー印刷じゃないので分かりにくいかもしれませんがその段落の後ろに目立つように弁済を受けられなくなる恐れこれがある時に保護が必要なんだよってまずしっかり押さえてください。 こういうのを考えた上であ、だからこの時に保護手続きがいるんだなという風にのことをいかないと、これは頭打ちになっちゃった話をしているわけですね。でどういう時に、弁済可能性が、あ弁済を受けられない可能性、恐れがあるのかというと、492ページ、このページの一番下の一番後ろ、2つの可能性、2つの場面があります。会社の弁済視力が落ちる場合と請求先が変わる場合、この2つなんですよ。で会社が、 視力がなくなる。財産が減れば、おい、財産が減って大丈夫俺に1000万返さなきゃいけないんだけど大丈夫ってことになるし、請求先が変わると、いや、なんかすげえ立派なビルの A 会社の債権者だったから安心してたけど、ね、なんでいつの間にかあんな、あ,あ,ん,なあんな、あんな、あんな B 会社の債権者に俺なっちゃったのっていう時に、やっぱり保護してあげなければいけないんですね。だから、弁済可能性が減るっていうのは、視力が下がる場合と、えー、それから、 えー、請求先が変わる場合です例えば一番よくあるケースは資本金の減少でこれって債権者保護手続きが必要ですが資本金を減らすということは剰余金として会社からお金が出ていく可能性がありますから当然弁済がされなくなる恐れがあるから債権者保護手続きは必要なわけですよねだからこの組織再編の場合でも請求先が変わる場合とそれから弁済資力が減る場合。 この2つの点で債権者保護手続きが必要だというふうに押さえれば OK ですでは今度は493ページの方にいってください493ページの四角の2基本的手続きのところを見るとこれはですねどういう場合に債権者保護手続きがいるのかっていうのは2つの局面から押さえてほしいんですがまず1つが用費いるかいらないか でそれでいるってことになったらじゃあどんな方法でいるのかっていう2点をしっかり押さえてくださいまずいるかいらないかそもそも債権者保護手続きがいるかいらないかでいるってなったらどんな方法でいるのかこの2点ですで基本的にはどういうケースで、まあ、基本的にはですね債権者保護手続きがいる場合には原則基本パターンがいります でこれは今回説明しません。この310ページっていう資本金の減少のところでお話をしています。えつまり、官報プラス、えー、まあ、え官報プラス個別催告をするか、二重広告をするのが基本パターンですよって書いてあって、でそれを忘れちゃった方が、戻って復習ができるようにしておりますから、まあ、基本パターンが原則必要ですよ。だから原則基本パターン、で例外的に変なパターンの場合には、それを抑えていく。 例外的に変なパターンが出てきたらそれを抑えていくといった順番になります。ということでいるかいらないかが考えているってなったらつまり今回は弁済視力が減るケースだ請求先が変わるケースだっていうことでいるってなったらじゃあ方法はどんな方法原則基本パターンだけど変な方法かなっていうことで考えていく必要があります。で今度は494ページの方にいってください。 大きな数字の2債権者保護手続きが必要なのはどのような場合か資格の1、えー、創設のところは見ていただければいいんですが一番下に、えー、持ち分会社の場合にも適用されると書いてありますから、まあ、ここまでは実は、えーまあ、株式買取請求だとか株券提供広告だとか株式会社だけの話が続いたのでいやこの、えー、ページでは持ち分会社も念頭に置いてくださいねという注意が書いてあるわけですね。ではまず、 合併のところからいきましょう合併のところまずはかっ1資格、えー、の2合併それから括弧1手続きの用費というふうに書いてありますで,でそれからですねこれも今回模擬講義なのでちょっと注釈が多くて申し訳ないんですけどえこのテキストは A 会社と B 会社っていうのをこれだけでも明確にしてますでどういうことかっていうとあのいわゆる、えー 合併によって、まあ、吸収されちゃう方、会社分割によって分割しちゃう方、えー、株式交換などによって子会社になる方を A 会社にしてます。だから、えー、出ていっちゃう方が A 会社、それから入ってくる方が B 会社で統一してます。そうすると、これ、わかりやすいし、で、知識も全部覚えなくて済むんですよ。だってほら、条文とかもそうですが、A 会社の条文。 合併、会社分割、株式交換問わず、これは、えー、いわゆる、えーとえー、合併の消滅会社等のルールっていうのがあるんですね。だから合併は合併、会社分割は会社分割で条文ができてるわけではありません。A 会社の条文ってあるんですよ。 だから A 会社のルールっていうふうに覚えれば覚えやすくなるよってことでこのテキストでは A 会社と B 会社に分けて A 会社共通のルールだからこれは合併会社分割株式交換とかこだわらず A 会社全部このルールだからねってまとめて覚えられるようにしてます。ということで A 会社が吸収分、吸収合併の場合には消滅会社 B 会社が存続会社の方になります。で、えっ、ー、と494ページの下。 A 会社の債権者が X、B 会社の債権者が Y となっています。まず、この X さんと Y さんを考えていきましょう。えつまり、A 会社で債権者保護手続きが必要だとすれば、債権者である X を保護しなければいけないし、B 会社で債権者保護手続きをしなければいけないとすれば、Y を保護しなければいけない。で、ここで X と Y が保護に必要かどうかを考えていく。どういうふうに考えるんでしたっけ弁済資力が減るか、 請求先が変わるかそのケースの場合には債権者保護手続きが必要になりますでそうすると495ページを見てください495ページ A 会社が消滅をして B 会社がすべてそれを承継しますつまり A 会社の権利義務を B 会社が承継するでこれもこのテキストではもう合併の本質って部分でお話をしてますからのその前提に図が作られておりますが まあ、模擬講義だからちょっと仕方がないと思ってくださいとにかく、まあ、A 会社の権利義務を全て B 会社が承継する皆さん権利義務を承継するってことはこの X っていうのは A 会社の債権者だから A 会社からすれば義務ですよねってことは義務は全て B 会社が承継するので X は B 会社の債権者になる X は B 会社の債権者になるってことですさあこの図を見て 再建者保護手続きがいるかどうかを考えてもらうわけですまず簡単なのは消滅会社の債権者つまり A 会社の債権者 X さんさあその下の文章でごちょごちょ書いてありますので見ないで考えちゃうさあ X っていうのは保護いりますかいりますよねなぜかさあ皆さん考えてくださいよ。X というのは 請求先が変わるさあ請求先が変わるかそれから弁済資力が減るかこういう時に債権証を手すぎるので X は請求先が変わるだから合併における消滅会社の債権者は保護しなければいけませんさあつ次に Y さんがいるかどうか皆さん心の中で考えてください Y さんは請求先変わらないな。 請求策変わらないな。でも B 会社には X がやってきたんです。ライバル増えるんですよ。弁済可能性が減る可能性がありますよね。おい今まで俺だけが債権者だったのに X もやってきて X に優先するんじゃないの弁済視力が減る。弁済可能性が減る恐れがある。ということでまあ A 会社から プラスの財産だけがやってくればいいですが A, 財 A 会社からマイナスもやってくるわけです。権利義務が承継されるということはマイナスもやってくるつまり B 会社はマイナスも増えるので出ていく分が増えるわけですだからもちろんプラスもやってきますから、うん、まあ資産が減るばかりではないですけれども少なくとも減る一面があるわけですよね。でもっと分かりやすく言えばいいんですよ。 試験なんて分かりやすく一番分かりやすい理屈でいけばいいのであ X がやってきてライバルが増えるんだって考えるときは全然問題ありませんということで Y も保護しなければいけない Y も保護しなければいけない吸収合併においては A 会社の債権者も B 会社の債権者も保護しなければいけないって形になりますでこの理屈が下に文章で書いてありますから苦手な方はゆっくり時間かけて読んでいただければ理解できるはずですで次 496ページの頭。新設合併。で、新設合併は、2つの A1 会社と A2 会社が契約をして合併していきます。つまり、2つの会社とも消滅会社になるのが、会社分割、えー、新設合併ですね。ですから、A1 会社と A2 会社がくっついて、B 会社を設立していく。だから、えー、このテキストでは A1 と A2 って表現して、B 会社側は設立側ですから、 B 会社はは契約当事者ででないですねそうすると A1 会社の債権者も A2 会社の債権者も X1 も X2 も請求先が変わりますからどちらの会社でも保護が必要だどちらの会社でも保護が必要だといった形になります。ということでさあ皆さんまとめ合併の場合に債権者法手続きが必要か容器の問題です。 すべての当事会社つまり九州合併の A 会社 B 会社だけでなく新設合併の A1 会社 A2 会社においてすべての債権者に異議を述べる機会を与える手続きが必要だあのもちろん新設合併の B 会社は今から作る会社ですから債権者はいりませんから、まあ、それは関係ないんですけどすべ、まあ、ての当事会社で必要ですすべての当事会社で必要です で皆さん本試験で必要なのはあなるほどねそういうことなのかっていうところではなくこれを覚えてるかどうか思い出せるかどうかですから今顔を上げて頂い,いて今のことを簡単ですが覚えちゃいましょうはい覚えて合併の場合は九州合併も新設合併も A, a 会社 B 会社それから a 1 a に全部で必要だ。 覚えましたね。もう一個一個覚えていきましょうよ。では次です。で、今度は、かっこ2番、じゃあ、手続きです。手続き。かっこ2番、手続き。さあ、手続きなんですが、かっこ2番、1行目、2行目、これで基本的にはおしまいですね。合併の場合、債権者のご手続いの方法は、原則として A 会社も B 会社も基本パターンです。つまり、二重広告をすれば個別債庫が省略できる。二重広告をすれば個別債庫が省略できる。 この基本パターンが原則です。で、押さえていただいて3行目、1個だけ異なる点がある、つまり1個だけ例外がある、1個だけ例外がある、どんな例外かっていうと、それは A 会社が合名会社または合資会社であり、B 会社が株式合同である合併をする場合に、A 会社における債権者保護手続きにおいては、二重広告をしても個別債庫が省略できない。なるほど。 二重広告をしても個別債務が省略できない二重広告をしても個別債務が省略できないってことはこれは例外的なパターンですよね基本パターンは、まあ、今日はお話をしてませんが二重広告をして個別債務が省略できるのが基本パターンで原則基本パターンですが一個だけ基本パターンじゃないケースがあります497ページの頭の図です A 会社えつまり 合併における、まあ、九州合併でも新設合併でも合併における A 会社が合名または合資でで B 会社が株式合同の場合に A 会社側の債権者保護手続きは個別催告は省略できないんです。でこれはどういうケースかというとさあこれ。 会社法に共通するルールなんですが、だからこのテキストもそういう観点から全部一貫して説明してるんですが、合名合資 VS 株式合同がセットになった場合、つまり、あの、4つ会社がありますから、組み分けって何通りもあると思いますが、例えば株式 VS 合名合資合同であれば、株式会社と持ち分会社でグループ分けしたんだなって分かりますよね。で、今回は株式と合同がセットで、 合名と合資がセットでグループ分けしてるんです。え、こっちのチームとこっちのチーム何が違うのこれ、無限責任社員がいるかいないか。このグループ分けしたときにはそこしか着目しなくていいんです。いろんなとこでこのグループ分け出てきますけど、まあ、いろんなとこってほどでもないですが、何か所か出てきますが、このグループ分けしてるときには必ず無限責任社員がいるかいないかのグループ分けです。無限責任社員がいるかいないかのグループ分け。 A 会社の債権者 X っていうのは、もともと無限責任社員がいる会社の債権者なんです。で、無限責任社員ってどんな地位無限責任社員っていうのは、保証人的な地位です。会社の。ですから X からすれば、無限責任社員がいて心強いわけですよ。あ、うちの会社無限責任社員がいるから、いざとなったら無限責任社員が払ってくれるわ。無限に責任を負ってくれるんですからね。会社が、 債務をちゃんと履行してくれなかった時の保証人みたいな立場ですえ俺 B 会社の債権者になっちゃうんだけど。でこの時に、まあ、確かに請求先が変わるから債権者保護手続きがいりますがその債権者保護手続きが官報プラス定款で定めた方法による二重広告で個別債告が省略できるって基本パターンにしてしまうと X に 知らせることなく請求先を変えることができる。つまり、X に知らせることなく、無限責任社員がいない会社の債権者にしてしまうことができるんです。あの、保証人が勝手に降りるのと一緒ですよ。全く一言も言うことなく、え、なんで保証人いつの間にかいないのそんなのありえないじゃないですか。 ですから、保証人が勝手に降りることがありえないと一緒で無限責任社員がいない会社の債権者に勝手になされるわけにいきませんから一言挨拶しろよ一言伝えろよ個別催告ぐらいしろよって話なんです。というわけで無限責任社員がいる会社の債権者から無限責任社員がいないだから B 会社はほら株式合同なんですよ。 A 会社も合名で、B 会社も合名だったら問題ないんです。個別採刻省略しても。無限責任社員がいない会社の債権者になるんだったら、ちゃんと個別採刻しろよっていうことなんですね。よろしいでしょうか。というわけでこれだけ。というわけで497ページの下のポイント。さあこれもチェックして、さあ記憶です。 基本パターンの通りが合併の場合の債権者ご手続きは基本パターンの通りが原則なんですけど A 会社が合名合資であり B 会社が株式合同である場合には A 会社で個別催告の省略できませんよ二重広告をして個別催告の省略ができるというパターンはありえませんよということをしっかり暗記してくださいでは顔上げて暗記タイムはい覚えちゃいましょう基本は例外はどんなケースでどんな例外 覚もうしっかり理解したあとは暗記をなるべく早くしてくださいこの講義ではったすぐ、えーまあ、講義の中でできない時もあるし家帰ってやる時もありますがとにかくその日のうちにしっかり暗記まで済ましちゃうことでは次です理解だけで終わりにしちゃいけないですからねいくら講義であ分かりやすいわとか思ったとしてもそれを暗記するところからが勉強ですからねだからその時間をしっかりとってほしいんです ででは次です今度は会社分割です。さあ会社分割ですねでこちら、また手続きの用費のところから見ていきますがえ次は会社分割を見ていく九州分割の事例を使って説明するが新設分割でも同じように考えることができるつまり新設分割の場合の A 会社も九州分割の A 会社と同じだと考えればいいんだただ新設分割の場合は B 会社は新しく設立する会社であり 債権者はいないので B 会社においては債権者お手続きは必要ない B 会社は今から設立する会社ですから債権者お手続きはいらないというか債権者いないですよね今から作る会社に債権者がもういるっていうのはもう次元が狂ってますよですからこれは今から作る会社のだから債権者はいませんだから九州分割における A 会社と B 会社それから新設分割における A 会社を考えれば OK ですでは 会社分割のちょっと復習的なものになりますが会社分割って一体どういうものなのかという話になりますがこれは言ってみれば A 会社と B 会社が会社分割をしていくこのテキストでは A 会社が分割会社 B 会社が承継会社ですが A 会社の権利義務が A 会社を解散させて全て承継するのが合併ですけど会社分割は A 会社がある事業をやっていて、その事業を分割して渡すみたいな感じですよね。えつまり、包括承継には違いないんだけれども、ある事業についての包括証券ある事業にだけの包括証券で考えればいいわけです。だから A 会社がアルファ事業とベータ事業をやっている時に、このベータ事業を B 会社に承継させる。ベータ事業を B 会社に承継させるというふうに考えればいいわけですね。 そうするとまあそういう話は実はこの前段階でしっかりやっておりますがここでは債権者に着目しますそうするとアルファ事業の債権者 X1 についてはアルファ事業が承継されないわけだから会社分割後もここにいますで X2 っていう2人目の債権者を出しますがこれはベータ事業についての債権者ですから会社分割によってベータ事業が承継される ベータ事業についての権利義務の包括証券ってことはベータ事業のの者でであるる請求先は、B、会社になるわけですだってほらベータ事業が承継されたわけですからベータ事業の債権者の請求先も B 会社になります。Y、の請求先は変わりがありません。さあこのような状態で債権者それから YX2。 Y これを保護する必要があるのかどうかを考えていきます。まず一番簡単なのは、Y ですさあ皆さん、まあ、必ず心の中で考えてくださいよ。まあ、あの声に出さなくていいというか、まあね、たくさんいますから声に出さなくていいんですけど、あの心の中でしっかり考えてください。どうせあとで言うでしょって言っちゃだめですよ。さあ、まず簡単なのは、Y Y ですすを保護るる必要があかかどうかこれはありますよね。なぜライバルが増えます。X2 がやってきた X2 がやってきたライバル増えたら債権者を手伝う必要ですオんでは今まで俺たちだけが債権者だったのに X 見てな、ね、い X2 が増えやがってよ大丈夫そんなに債権者ばっかになってみたいな話になりますから当然 Y は保護しなければいけないだから債権者保護手続きの要否でいうと Y は保護する必要がある、まあ、499ページの頭の3行ぐらいに書いてあります Y は保護しなければいけない Y は保護しなければいけないじゃあ次 A 会社側で債権者保護手続きが必要か。A 会社側で債権者保護手続きが必要か。A 会社には2種類の債権者がいますから、分けて押さえていきましょう。まず X、X2。X2 は簡単ですよね。請求先が変わる。請求先が変わる。だから、債権者保護手続きが必要です。次、X1 は 請求先は変わらないでも保護は必要なケースがあります弁済視力が下がる場合です今回原則として X1 は保護いりません原則として X1 は保護いらないなぜかというとさあこの図もう一度見て確かにベータ事業というのが出て行ったけれどもそれの対価として何かやってくるわけです例えば株式とかってことは上げた分入ってきますから A 会社の資産は計算上減らないわけです。というわけで A 会社は弁済視力が減らない X は請求先は変わらないしその X の請求先の A 会社は弁済視力も減らないわけだから債権者保護手続きはいらないわけですね。だから A 会社で債権者保護手続きを異議を述べる機会を与えるとしても例えば個別催告するのも X にすればいいのであって X にはする必要ない。 全員にはがきを出す必要はないわけです。よろしいでしょうか。で、もっと言うと、A 会社の資産って減らないですから、全員が相変わらず A 会社に請求できればいらないんですよ。例えば X2 がどうしてもベータ事業の債権者だから請求さえ変わるにしても、例えば A 会社が、いや、X2 についてはうちの会社に請求してもいいですよと。うちの会社に請求してもいいですよというふうに言ってくれたようなケース。 でこういうケースの場合には X2 についても債権者保護手続きはいりませんここに書いてありますね、えー、X2 にこれどこだ 499ページの下から12行目ぐらいですかまた債権者 X についても A 会社が平存的債務引き受けをしたなどにより株会社分割後も引き続き A 会社に請求することができる場合には債権者保護手続きを行う必要はないですよって書いてあります。 だからその下にまとめが書いてありますが、えー、結局は A 会社においては会社分割後に A 会社に請求することができなくなる債権者に対して異議を述べる機会を与える債権者を手続きをする必要があり引き続き A 会社に請求することのできる債権者に対しては異議を述べる機会を与える必要はないということになりますよろしいでしょうかさあ順番にいきますよここまでやった上で次は例外です A 会社に請求できる債権者も保護しなければいけないケースがある。A 会社に請求できる債権者も保護しななけければいけないケースがあるもうすでに勉強している方は思い出してみてください。何か思い出せますかまあ思い出せない方は今からしっかりインプットしてください。 で今思い出すかどうかってちゃんと一回丁寧にインプットしたかどうかによると思うんですなんか直前期に丸案件乗り切ろうと思ったら思い出せないんですよだからしっかりこうやって丁寧にまずは年内のところでインプットしておくともうその後のアウトプットは全部有機的に機能していきますからね500ページの頭の図を見てください X1 は 相変わらず A 会社に請求できる債権者で、X には請求先が変わって、Y は相変わらず B 会社の債権者です。で、Y はライバルが増えるので保護しなければいけないし、X には請求先が変わるので、まあ保護しなければいけないですが、今回は X1 も保護する必要があるケース。それはどういうケースかというと、X1 は請求先が変わらない。ほら、X1 は請求先変わらない。ってことは、X1 を保護する理由は、 弁済視力が減る。弁済がされなくなる恐れがある。え、でも、英会社って。事業を渡した代わりに、対価が入ってきたじゃんか。対価が入ってきたんだから、弁済視力減らないでしょ。事業を渡して、対価が入ってきた、あ、渡しちゃった。対価出てっちゃうケースです。対価が出ていってしまうケースは。 事業は渡しちゃうし対価は出ていっちゃうわけだからからすればおいおいベータ事業渡したのに対価受け取ってねえじゃねえか対価どこ行ったんだよん財産減ってるじゃねえか俺保護してくれよなってことになるわけです。というわけで対価が出ていっちゃうケース対価が出ていっちゃうケースえこのケースこれを私は財産流出型と呼んでおりますが。 財産流出型の場合には債権者保護手続きが必要財産流出型の場合には X1 についても債権者保護手続きが必要です財産流出型の場合には X1 についても債権者保護手続きが必要になります財産流出することによって A 会社の弁済視力が減るからですで X1 からすれば弁済されない恐れが出てくるからです ささあ皆さんどんな場合に財産が流出するかさあその下見てくださいいわゆるこれですね人的分割相当行為すする場合で,すで人的分割相当行為っていうのはどういうケースかっていうとその下に書いてあってこれは復習のコーナーになりますのでまあここで勉強することではないですが全部取得条項付き種類株式の対価として対価を渡し合うケースとそれから 配当財産を、えー、今回の対価として得た株式等のを剰余金として配当してしまう場合いいですか、えー、このスモール A は株主ですがこの株主に例えば B 会社からもらった対価を剰余金として渡しちゃうであるいは A が全部取得条項付き種類株式の株主なんですがそれの、えーえー、取得と引き換えに渡しちゃうってことでとにかくこれで。 B 会社からもらった財産をスモール A に渡しちゃうんですよ。そうすると A 会社の財産が減る。X1 は請求先は変わらないけど A 会社の財産が減るのでおい、弁済されねえ可能性が出てきたじゃねえかってことで X1 も保護しなきゃあかんということなんですね。さあ、理解の話をすると話がいろいろ錯綜しますから最後にまとめていきます。 500ページの一番下、会社分割においてはどんなときに債権者保護手続きが必要ですかまず A 会社は原則として A 会社に請求できなくなる債権者にのみ保護手続き必要ですよで例外として人的分割相当行為つまり財産流出型の場合には X1 も含めたすべての債権者に対して保護手続きが必要ですよ。 で B 会社はライバルが増えるので、B 会社の債権者 Y に対しては債権者保護手続きが必要ですよ。ああ言った形になります。はい、理解したら覚える。はい、記憶の時間。顔上げて覚えてください。見ながらじゃダメですよ。思い出しながら覚えるんです。 では行きましょう。ではこのような会社分割なんですが、えー、これで用費は OK ですどんな場合に必要なのか、えー、どんな場合に必要なのかというのはこれで分かったと思いますが次に501ページの方に行ってください手続きの方法ですで1行目に書いてありますが原則基本パターンです A 会社にしても B 会社にしても基本パターンつまり えー、二重広告をすれば個別再庫が省略できる二重広告をすれば個別再庫が省略できるだから官報プラスなんとか新聞とか官報プラスインターネットとか二重広告をすれば個別再庫が省略できるよっていうそういうふうな基本パターンで A 会社側も B 会社側も債権者保護手続きをすればいいわけです3行目の後ろから書いてありますが二重に広告をすれば個別再庫の省略ができるよってこと で二段落目例外ですただ、個別催告はできない例外が1つあります。さささあ次これですよお押さえてくださいそれは A 会社において二重広告をしても A 会社が負ってる不法行為債務の債権者に対しては個別催告をしなければいけない。例えば前のページの X2 この X2 というのは。 債権者保護手続きが必要ですがこの X2 に個別催告を必ずしなければいけないっていうケースがあってそれは不法行為債務の債権者の場合です。X2 が不法行為債権の債,務債,債権者の場合えつまり A 会社が何かトラブルを起こした例えばもうなんかすごいホテルの 食中毒かなんか起こしてでその損害賠償が非常にたまったんですね。でそういう債権者であるつまり被害者である X にこれを保護するときにはさあ何て書いてあります個別再をしななけければいけないつまり二重広告をして個別債告の省略をすることができないよ。A 会社がなんかホテル事業かなんかで事故を起こしました。ですごい多額の 損害賠償債務を追うことになりましたで A 会社はたくらんだんですよ。これまずいな。これ全部損害賠償してたらうちの会社潰れちまうぞ。そうだうちもう何か何やってるか分かんないダミー会社の B 会社があるじゃないかあそこに押し付けようぜ社長それ大丈夫ですかなんか債権者法手続きっていうのをしなければ。 債務移すことができないと思うんですけど、個別催告したらバレちゃうんじゃないですかね。個別催告しないようにすればいいのか。社長、二重広告っていうのはどうでしょう。なるほど。二重広告をすれば個別催告省略できるな。で、まあ普通はそれでいいんですけど、不法行為債権者。不法行為債権者っていうのは、A 会社と取引で債権者になったわけじゃないですよね。 で取引で債権者になったってことはその会社のことはちゃんとチェックしてるわけですよ。漢方を見たり、まあ、例えばですね、あの通常であれば漢方をあのお金を貸す会社なんかだなら見ますよ。でほら、えー、なんでこれ漢方でそもそも広告しなければいけないのかってね今お話をしてませんが資本現象とかでやりますがもう会社にお金を融資するような例えば銀行なんかは個別に新聞とか見てらんないですよね。 だから官報で一貫することによって官報だけ毎朝チェックすればおあの会社こんなことしてるぞって気付けるわけですよだからこういう時には官報で債権者に伝えるようにするわけですがだから会社取引するような債権者はちゃんと官報チェックしてるかその会社が言ったインターネットとか見てますよでも今回不法行為債権者ってことは A 会社のホテルに泊まったら何か食中毒になっちゃった人ですよ いちいち皆さんホテルのお客さんがそのホテルのなんか広告とか見ますか見ないですよね。で、ホテルのお客さんが毎朝官報見てますかと。見てないですよね。これは B 会社に債務を押しつけることできんじゃねえかってなりますよね。で、不法行為債権者がすいません、もうこんなひどいこと初めてなんですけど、こんな集団食中毒なんか起こして損害賠償早く払ってください。すいません、お客様。 あのうちの会社は別に損害賠償払う義務ももうないんですけどよおんとんとこでこんなんなっちゃったんじゃないかいやあなたのあなたはもう B 会社に請求してくださいもう会社分割しましたから知らないうちに債務を免れることができるのはおかしいでしょって話というわけで不法行為債権者っていうのは新聞とか官報で普通チェックしてませんだから二重広告して 請求先を変える卑怯なことをしてしまうと気づかれないうちにもう B 会社に請求先が変わってしまってもう悔しい思いをしかねないわけですだからこのように不法行為債権者にはきちんとこっそり請求先を変えて被害者の救済がないがしろにならないようにきちんと個別催告はしなさいよということで二重広告をしても個別催告は省略できないというのが会社分割における手続きの例外です方法の例外です でちなみになんですけど、えーまあののえーね、501ページの下の段落に書いてありますが合併の時にあの合名合資の債権者が、えー、と株式合同の債権者になっちゃうからあ二重広告をしても個別債庫を省略できませんって話は会社分割の時には出てきません会社分割は A 会社が、えー、と合名合資ってことがないからです。 A 会社が合名合名資ってことはないからですね会社分割の A 会社になれるのは分割会社になれるのは株式と合同というふうに限定されておりますから無限責任社員の債権者が請求先が変わって株式合同の債権者になっちゃうようなケースは想定されていないということになります。ということで会社分割における方法の例外は不法行為債権者の話だけです。では501ページの一番下でまとめていきましょう。 会社分割における保護手続きの方法として、基本パターンの通りで A 会社においては二重広告をしても、不法行為、債務の債権者に対しては個別債告を省略できない。覚えちゃってください、どうぞ。 では次です。で、今度は株式交換です。で、株式交換についても基本的な話は今回できませんが、502ページの頭のように A 会社が完全子会社で B 会社が完全親会社で株式交換をしていく。つまり A 会社の株主は全部 B 会社の株主になったりするんだけれども、まあそれは今回置いとくとして、今回債権者の話です。A 会社の債権者が X、B 会社の債権者が Y です。で、まず A 会社。 の債権者 x で言うと保護はいりません。x は保護いりません。x は請求先は変わらない。で、A. 会社は株主が変わるだけ。あの合併とか会社分割と違って財産が出て行ったりしないんですね。権利義務の承継伴わない、伴わないんですよ。だから、皆さん不動産登記法で年月日会社分割とか。年月日合併っていう。 あの、所有権移転登記はありますが、株式交換による所有権移転登記って聞いたことないじゃないですか。それは株式交換で不動産移転しないからです。財産移転しないからです。株主が変わるだけです。だから A 会社の債権者は X、請求先変わらないし、財産も出ていかないんだから保護いらないし、B 会社は、これも今回基本はお話ししてませんが、B 会社は株式を発行するだけ。まあ、B 会社は、 えー、A 会社の株主に、まあ、株式を渡すかその他の財産を渡すかするだけですから B 会社は原則株式を発行するだけで株式を発行するときに債権者保護手続きなんかいらないですよねだから募集株式の発行の時にいつもいることになるじゃないですか。というわけで A 会社でも B 会社でも債権者保護手続きががいいらないのが原則です請求先は変わらないしどちらも弁済資力は変わりがありませんということになります。 でそんなことがですねまた502ページから503ページにかけて書いてありますから見ておいていただければというふうに思います。まあ、こうやって読め分かるようにしてるというのは本当に復習しやすいと思います。あそれ分かるよねというところは読み解かせばいいし難しいところはしっかり時間かけて読んでほしいんですね。で最後は暗記ですよ。で504ページってくださいただ例外があります。例外があります。504ページ A A 会社の新権者ダッシュこのテキストでは新加倍権者 A' ダッシュっていうんですが A' ダッシュを B 会社に承継させる場合があります、まあ、つまり B 会社完全親会社が新株倍賢を発行する、まあ、子会社の新加倍権者にああうちに来なようちの新加倍権者になりなよつってスモール A を連れてくるケースがありますよねでこのケースの場合において A' ダッシュが 新株予約権付き謝罪の場合です A' ダッシュが新株予約権付き社債の場合さあそれがその下の図ですただの新株予約権だったら問題ないんですよ新株予約権付き社債です社債って社債権者債権者ですよねってことは A' ダッシュは債権者なんですほらほら請求先が変わる債権者なんですよ だから株式交換において A 会社で新株部役権付き社債を発行しておいてで B 会社がまあその新株部役権付き社債を交付したこの場合にはこの社債権者は請求先は変わりますから A 会社、子会社において A ダッシュを保護していかなければいけない504ページの図。 Y さん見てください Y さん。ライバル出現って書いてある。わかります進化別件付き社債を引き受けたということはそいつは債権者です。A ダッシュっていう進化別件者の顔をした債権者です。債権者が増えるんですよ。ライバルが増えるんですよ。当然 Y からすれば「おライバルやってきたよ!」。弁済視力が減る可能性ありますよね。 保護しなければいけない。ってことで、この A' ダッシュが進化別件付き社債権者の場合には、A 会社でその社債権者を保護しなければいけないし、B 会社で Y を保護しなきゃいけないんです。で気をつけなければいけないのは、このケースでも X はほぼいらないですね。A X はほぼいらない。だから、進化別件付き社債の証券があったとに、 子会社では A ダッシュを保護するし B 会社では Y 全債権者を保護しなければいけないということになるわけです。で、株式交換におけるもう一つ実は例外があって今度は親会社側で保護手続きがいるケース。で、親会社側では対価の柔軟化がされてますから株式の代わりにお金なんかを交付するケースがある。A は 株主ですだから子会社の株主にお金を交付するお金を交付するあのさっき募集株式の発行は債権者保護手続きいらない株式を発行するだけでは債権者保護いらないよねって言いましたがお金を渡すってことはお金が出ていくおいうちの会社何であんな A なスモール A にお金渡してんだよえお金なくなっちゃうじゃん財産が流出するんだから当然 Y を保護しなきゃいけないわけです。 とということで株式交換の例外はこの2つです。ということでちょっと今回は模擬講義で説明もあったので足早ですが、えー、説明はできたかと思います。下、チェックしましょう。原則株式交換の債権者法手続きはいらないんですよ。ただ例外。 まず株式交換契約、新株契約が、新株契約付き、社債、A' 社債がやってくる場合は、B 会社ではすべての債権者、A 会社ではその社債権者に保護が必要になります。で、対価がお金、つまり株式以外なんかの場合には、B 会社ですべての債権者に保護手続きが必要になります。はいい覚えてくださいどうぞ よろしいでしょうか？まあ、こんな形で理解と記憶っていうことが分かっていただければと思います記憶だけでは丸暗記で終わっちゃうで、ちゃんとその前提としてこういう理解が必要なんです。理解をして記憶する。で、演習をする。さあ、皆さんレジュメの方に戻ってください。で、今回は4ページレジュメの4ページのところですが、復習問題集が抜粋が書いてあります。本当はこういうかっこいいテキストですけども今回はレジュメの方に載せておきました。 これを解いて復習していきます。でサポート講義もついてます。一緒に解いていきましょうえ。4ページの頭からいきます。まず1番の問題、どうぞやってください。あ、えっ、ー、と右側に丸バツがついてますから、ちょっと隠すといいですよね。せっかくですから。で、今回は模擬講義で時間通りに終わらせなければいけませんので、足早に行きますがえ、4ページの数字の1。はい。どうぞやってください。 九州分割をする場合、九州分割証券会社、B 会社ですね。B 会社は常に債権者ご手続を取り仕事がある。あ、そうですね。A 会社から債権者やってきますから、ライバルが増える。ライバルが増えるんだったら保護しなきゃ。で、公安。九州分割会社、つまり A 会社においては債権者ご手続きを取り仕事がない場合がある。そうですね。えー、A 会社に請求できる債権者は保護いらないので、もう A 会社が平存的債務引き受けをするとかして、えー、もう全員が A 会社に請求できます。しかも、えー 人的,人的分割相当講はしてません財産流出はしてませんって時には保護いらないケースがありますからはい丸はい次2番ですどうぞ20秒でやってください 2番、九州分割株式会社ってことは、A 会社側ですね、A 会社分割されちゃうほの会社の債権者、X1 と X2 がいますがあ、九州分割後の九州分割株式会社に対して債務の履行を請求することができないとき、あ、請求先変わるやつだな。この場合には九州分割株式会社に対し、九州分割について意義を述べることができない。×ですね。請求先は変わる人は保護しなければいけない。意義を述べる機会を与えなければいけないので、×です。さあ、次、5ページの3問目。 えまた20秒で、あ、ちょっと長いから25秒にしましょう。25秒でやってください。どうぞ。 まあ今年のの本試験なんかかでもダミーの選択肢っって多かったと思いますが、引っ掛けとか余計なことを書くここで言っても5分の1を超えないとかえ簡易分割かみたいなことを考えたかもしれませんが今回の説明の中で簡易かどうかっていうのは債権者法手議の王妃に関係ないですよねだからこれもまずは皆さん今日しっかり記憶しましたよねなんで記憶が大事かっていうとその問題解く前に記憶を引っ張り出せるかどうかなんですそうすると 簡易分割かどうかなんて関係ないってこと分かりますよね。今日やってないんだから、覚えてないんだから。だからしっかり今覚えてくださいって言ったんですよ。で、覚えた記憶をきちんと当てはめることができれば引っかからないわけです。今年の問題もそんなの多かったです。だから記憶が大事。これを見てから考えようと思うと、あ、簡易分割ってどうだったかなって絶対思い出せない。そんな理屈ないから。 だそこに入っちゃいいけないん,ですよでちゃんと思い出せればあこれ C 会社が分割会社であ分割会社の債権者って請求先が変われば保護いるよねあ今回、請求先変わるのかえ請求することができない C 会社の債権者って書いてありますからもちろん意義を述べることができないが×です。もうちょっとだけえ次え、今度は6ページの方に行って4番え、これも20秒でどうぞ。 これはツですよね。A 会社に相変わらず請求できるんだから原則として意義を述べることができるって言い切っちゃいけません。できないのが原則です。まあ、人的分割相当行為でもない限りできませんから罰ですね。ほら、同じようなことしか出されないじゃないですか。だから一度ちゃんと丁寧にインプットすればできるようになります。では5番に行きましょう。はい、どうぞ。 これも覚えた知識そのままですよね。株式交換の完全子会社ではこれはですね新株役件付き社債が承継された時を除いて保護手続きはいりませんから丸ですね。では次6番どうぞ。 まあ株式交換、原則債権者お手つきはいらないですが、いるケースもあるので、意義を述べる手続きは定められていないが、ツですよね。大体途中に、のでとか書いてあって、理由が書いてあるのは大体ツですね。出題者が、これ、なんか誰でも丸つけそうだから、なんか誤りに誘導しようかっつって、なんかそれっぽい理由つけて、のでって入れるんですよ。これ、正解だったらのでっていう、スケ人出すわけないじゃないですか。大体これ、理由が書いてあればツですけどね。それとして まあこういうのもテクニックですからお話をしていきます。七ページ七番、株式交換で金銭を交付する。 金銭こうするってことは、親会社がお,かお金が出ていくなってことは、親会社の方で。債権者、お手続きいるよねってことで、営を述べることができないが、罰ですね。親会社では必要です。さあ、最後、八ページの八番です。ちょっと、こ、これ今日やってないことなんですが、今年の問題ですが。あの、まあ。やってみてください。 でこれ何かっていうと二重広告すると個別催告いらないんじゃないかって話なんですがこの会社は二重広告できません1行目定管で官報に掲載する方法というのをえ、まあ、広告ごとしてるので官報プラス定管方法が官報プラス官報になっちゃうんですねだからこれは二重広告とは言いませんだからこれは個別催告が省略できないこれテキストで言うと今回抜粋した部分ではなく 310ページってあの資本金の減少のところで詳しく説明してるんですが漢方プラス漢方は二重広告とは言えないだから広告方法を漢方にしている場合は二重広告ができないってことということで今回は二重広告できないんだから個別催告は省略できない個別催告を省略できないだから催告することを要しないが×催告することを要しないが×って形になります。ちょっと今回は、えー ちゃんと覚えれば問題まで解けるよってことでちょっと復習問題集のところまで一緒にやっていきました、えー、ちょっと時間があ,ありません模擬講義でしたのでちょっと最後は問題は、えーまあ、説明はちょっと端折りましたけれどもこうやって問題が解けるんだよってことが分かったかと思いますこれもう過去問からもうこの再検証を小説にごろ基本的には全部引っ張り出してきた感じになりますのでこうやってやればしっかり解けるんですねこういう体験をしてもらってよって形になりますで今回 この V マジテキスト会社法、商法のところでお話をしていきましたが、まあ、実際の本番の講義では第2版、え改定版が出ますから、もう改正とか最新情報に対応したものを使っていきますから、まあ、そちらが8月の下旬、9月の上旬あたりに発売されますから、まあ、そちらを使っていきます。もう最新情報でやっていきますからね。ということで、今回、えーまあ、お手元にある方をお出しいただきましたけど、まだちょっと買う必要はありませんので、あのまあ、民法は今、発売されている第2版のところを使って改正対応しながらやっていきますが、不当法と会社法 とととと法にに関しししててては、えー、とりあえず夏ののこに出まますす。から、それを、えー、新しいのを新いいいい使ってお話をしていきたいと思いますでは、えー、ちょっと V マジック講義の模擬講義という形で講義の特徴、えー、それから、えー、この講義のこういうふうに進めるんだよということをお話をしましたこうやって1時間講義を受けてその復習をしてもらうこういう流れになりますで最後復習問題集やってもらうという形になりますので、えー、こんな形で、えー、勉強したいよ 勉強したいよとかこうやって勉強すれば受かりますから、まあ、ぜひ年内にしっかりインプットそれから東連の方に行くっていう順番必ず守って、まあ、この講義を受けるか受けないかにかかわらずきちんとこう丁寧なインプットをやってあの頭打ちにならないようにしてもう皆さんに確実に受かってほしいと思います。せっかくこの難ししい試験に突入して いるわけですからもう最後は合格して終わるということにしてほしいのでえ確実に合格するために、まあ、ちょっと大変ではありますがしっかりついてきていただきたいという,ふうに思います。ででではは私からは以上ですお疲れ様でした はい、えー。皆さんお疲れ様でございました。今、YouTube Live で、えー、受けている方もお疲れ様でございました。YouTube Live で見ている方あの、概要欄のところにお問い合わせ先入ってますので、そちらの方を確認しておいてください。何かありましたら、レック渋谷駅前本校まで、えー、ご連絡いただければという形で、概要欄のところに記載をさせていただいております。えー、本日あの、こちらの参加特典のご案内なども概要欄にありますので、そちらの方を確認してください。お疲れ様でございます。